2019明治安田生命 J2 リーグは第23節を迎えました。この時間は FC 町田ゼルビア対徳島ボルティスの試合を松田市立陸上競技場からお送りしてまいります。こちらが町田のフォーメーションです。ゴールキーパーが今シーズン初出場の福井です。ディフェンスが右から佐野海舟、大谷が戻ってきまして復活も久しぶりのスタメンです。左に下坂、中盤にはルーキーの岡田が入りまして奥山と戸高、そして左に中島、2トップがジョン・チュン軍、土井修太というこの 4-4-2 のフォーメーションです。一方の徳島です。ゴールキーパーが梶川、ディフェンスここは右サイドに鈴木徳馬が入っているというふうに読んでみました。ヨルディバイス、石井、そして左に内田優斗が入ります。岩尾がボランチの位置、そして右に杉本、シャドウの位置に小西と野村、左に清武が入ってワントップ佐藤明朗というこの布陣です。キーパーが出る、こぼれてシュート狙った、決まった、ボールがちょっと回転しました。強烈なシュートを決めてきました鈴木徳馬です。そうですね、これクリアしたボール、これフリーでしたよね、でコントロールから思い切り狙いましたね。キーパーのちょっとプレーを見てるとかなりこう揺れてきてるんでしょうか。そうですね、揺れてるのもありますよね、あと逆を取られたのも一つありますよね。富樫啓満がここでピッチに入ります。まだ前半今25分になったばかり。前にボールを送りました、富樫、富樫が入ってここで裏にボールが岡田が抜けてこい、というところ左シュート、こぼれた、決めようと、スライディングタックル、ジョン・チュン軍、決定的な形でした町田、これは決定的でしたね。そうですね、今のは本当にちょうどスペース、ディフェンスがカバーできないところに最後富樫選手いいパス出しましたよね。はい、がかかって飛び込んだ、決まった、アディショナルタイムで2点目。いいところでの追加点です、徳島ボルティス。そうですね、今のはやはりあのボールが素晴らしいですよね、素晴らしいボールでした。これキーパーが出れないところなんですよね、で岩尾選手が中に戻して、はい、まあ、岩尾選手としてみれば自分で決めたと思ったんでしょうか。町田は今これもチャンスなんですよね、ボールを自分たちが奪える位置で徳島が回してくれてますから。中島がボールを入れてくる、これまた空振り、小西が逆サイドに振っていきます。ここでまた1対1アイソレーションの形になる、縦中にボールを返した、飛び込んでくる、最後は清武、あ、これいい展開ですね、右に1人余っている、左足のシュート決まった、左足のシュート決まりました、3対0、決めたのは小西、今シーズン2点目。そうですね、これ中盤でダイレクトで簡単に回されて、これハーフウェイラインから小西選手誰も来ませんよね、誰もいないです。もう本当にこれはもう小西選手得意の左足で打ってくださいっていうようなもんですよね、はい、途中でキャプテンマークを巻いています藤井、富樫の表情、
町田選手の顔色に疲労の色が濃く映っています。ここで試合終了、3対0、徳島ヴォルティス快勝。町田は公式戦4連敗、しかも得点がゼロです。徳島ヴォルティスが勝ちました。町田が敗れまして、これではリーグ戦は3連敗、今シーズン2度目の3連敗です。